のこの体は車や、いいですか、車、自分が行きたいところに連れて行ってくれる乗り物です。その車にはタイヤがあって、そしてエネルギーとなるガソリンも満タンです。そしてハンドルもあります。ハンドル、そのハンドルをよく見てください。そのハンドル、いいですか、そのハンドルを握ってるのは一体誰なんだ。やっほー、星のように輝く男、ミスターおかっちです。今日も来てくれてありがとうさーん。最近ね、 TikTok にハマってしまって、さあ大変、TikTok を見て研究して3つぐらい投稿してるよ。ミスターおかっちで検索してみてください。人生ってめっちゃ長いやん。50年とか、いやいや80年とか100年とか200年とか、めっちゃ長生きするやん僕たち。その長い人生な、おもろい方がええやん、楽しい方がいいやん、好きなことやる方がいいやん、やりたいことやる方がいいやん。おかっちはそう思うの。やりたくないことをやるよりも、やりたいことをやりたい、人生楽しみたい、そんな風に思ってるね、おかっちはね。今日はそれです。長い人生をやりたいことやって生きるための方法を、ここでめちゃくちゃお話ししたいなと思っています。人生を楽しむための方法です。それってめっちゃ簡単なの。とても簡単です、簡単です。ただハンドルを握るだけ、それだけなんです。どういうことか、さっきの車の話ね、自分の体が車とするやん、自分の体車だ、自分が行きたいところに連れて行ってくれる乗り物です。その車にはハンドルがあります。そのハンドルを自分が握ってたら好きなところへ行けます。レッツゴー。でもねそのハンドルを自分じゃない誰かがそのハンドルを握ってるとするやん、そのハンドルを握ってるとするやん。でおかっちはあっちに行きたいと思ってるとするやん。でもね、ハンドルがピピーって向こうにハンドルをやってたら、どれだけ一生懸命頑張ってアクセルを踏んでも努力しても、自分が行きたい方じゃなくて向こうに行っちゃうの。おかしな話やろ。自分の車やねんから、自分がハンドルを握って運転する、当たり前って思うやん。でもそのハンドル、その操縦する、いや運転する席に自分ではない誰かが座って自分の人生を決めてしまってんねん。そういうことってたまにあんねん。どういうことか、例えばね、その、運転する席にお父さんが座ってたり、お母さんが座ってたり、学校の先生が座ってたり、塾の先生が座ってたり、テレビで見たなんか偉い人が座ってたり、世の中の正しいっていう常識君が座ってたりすんねん。その座ってる人が自分の人生を操縦してる、いや運転していることってあるねん。もっと分かりやすく言うよ、こんなことってない？自分をやりたいなと思ってるんだけど、お母さんには逆らえないなとか、いやもう習い事やめたい、なんでその場にやらなあかんねんと思ってるけど、お父さんがやめたらあかんって言うからとか、ダンスも別に入りたくないけど友達に誘われたからなんとなく入ってみたとか、野球大好きだよ、野球大好き、プロ野球選手になりたいって思ってるけど、監督に「お前今無理だ」って言われてしまったから諦めようない。こんなことない、こんなことない。自分の頭で全然考えてなくて、自分の心を無視してるの。やりたいっていう気持ちとかやりたくないって気持ちを無視して、誰かが決めたことをそんな感じよ。あるいいですか。当たり前のこと言うよ。自分の車は自分でハンドルを握って運転しないと自分が行きたいところへには行けません。 OK。 今日はそれ簡単。自分の車、自分の人生のハンドルを自分が握る方法、自分が運転する方法、それを今から話します。たったのそれだけ、一つだけなの今日、たったの一つね。それができたら長い人生を自分が好きなようにやりたいように生きることができる、進むことができるって思ってるからね。自分の車のハンドル、それを握る方法、それはねばならないよ、見逃さない。 OK。 ねばならない、やらなければならないとか、しなければならないとか、ねばならないをちゃんと見逃さない、それはサインだから。 OK。 例えば勉強しなければならない、塾に行かないといけない、試合に負けてはならない、ちゃんと練習をしないといけない、朝早く起きないといけない、弟には優しくしなければならない、いっぱいねばならない。あるそのねばならないって思った時、何々しなければならないって思った時に、そのままアクセルを踏んだら危険です。 OK。 ねばならないっていうのは、誰かがハンドルを握ってる可能性があるの。誰かがハンドルを握っていて、こっち自分はあっち行きたいんだよ、あっち行きたいのに、こっちあっちにハンドルを切ってしまってるかもしれない。そんな状態でアクセルを踏んでも自分が行きたいあっちには行けなくて、どっかわからんところにこうやって行っちゃうでしょ、だからアクセルを踏む前に、それをやる前に、進む前に、努力する前に、練習する前に、一回立ち止まってください。あとこれはおかっちの考えだよ。おかっちの考えだけど、この世界に僕たちの人生の中にやらなければならないなんてことは一つもないと思ってんねん。そんなもん誰が決めたらやらなければならないって、そして誰に決めさせてんねん。じゃあ自分の車や自分の行きたい方向を自分で決めて、自分で進んでいくのが自分の人生を誰に決めさせてるのよ。大切な時間を、大切なガソリンを、エネルギーを使って自分が行きたいところに進もうよ。ハンドルを自分たちに握ろうよ。やらないといけないなんてことは一つもない。それはただの思い込みやと思ってる。例えばね、宿題をやらなければならないじゃなくて、宿題をやりたい、これはいいね。やらなければならないとやりたいっていうのは大きく違うから。やらなければならないっていうのは、自分はやりたくはないけれども、誰かがそう言うからやらなければならないってなってるってことでしょ。そう、その瞬間もうね、自分の車のハンドルはどっかの誰かが握ってんねん。学校の先生かもしれんし、お父さんかもしれんし、お母さんかもしれんし、それは分からん。どっかの誰かが握ってると思っとって、だからね、アクセルを踏まずに、やらなければならない、しなければならないと思った瞬間、それをするんじゃなくて、ちょっと止まってみて、本当の自分の声を聞いてみよう。もしかしたら本当の自分っていうのは、自分の車からピョンって追い出されてるかもしれないよ。追い出されてしまって、その操縦席にお父さんとかお母さんとか学校の先生が座ってるかもしれない。そのままやったら自分が行きたい方向には行けない。だから車に追い出されてる自分を、ちょっとこっちおいでって、ね、ちょっと戻して、自分の運転席に戻して、ハンドルを握る。そして自分に聞いてみよう。その場に行かなければならないと思っていたけど、本当に行かないといけないのかな。そもそも僕は何がしたいんだろう。もしその場をやめてもいいんだったら、その時間でどんなやりたいことがあるかな。自分に聞いてみよう。内側にいる自分だから、車の中から追い出された自分をピュッて引き戻してハンドルを握らせるの、そして自分の言うことを聞いてみて、教えてくれるから、どんなことを望んでいるのか、そして聞くの、どんなことやりたいのかな、やらなければならないなんてことは一つもない。何やりたいかな、この時間何やろう、聞いてみて教えてくれるか、でそれを一つずつ叶えていくの。それすごいよ。教えてくれる望みを叶えていくと、うわーってすっごい力が出てくるんだよ。だって自分はやりたいことをやってもいいんだって気持ちとか、やりたいことをやったらちゃんとできたんだっていう感じ、それがほんまに心の底からブワーってね、心の底からガソリンがブワーって湧いてくる感じ、自信が、これが自信なんですよ。自分はできるって自信がどんどん湧いてくるの。自信が湧いてきたらもうあとは進むだけやん。ハンドルも自分が握ってて、アクセルも進んだら、アクセルも踏んだら、自分が行きたいところに行けるの。そういうこと、そんな感じだと思ってんねん。だからね、そのハンドル、どっかの誰かに奪われたそのハンドル、そして自分、本当の自分が車から追い出されてるんだったら、グッて引き戻してちゃんとハンドルを握って、自分が本当にやりたいことっていうのを聞いてみて、やらなければならないなんてことはないと、ない、やらなければならないなんてことはない。そうじゃなくて、やりたいこと、自分の本当の声を聞いてみて、ハンドルを握って、そしてハンドルを握った後はアクセルを踏むだけ。そうすれば自分が行きたいところに行けるから。はい、以上です。こんな感じで長い人生を楽しく生きるために必要なこと、それは自分の車のハンドルを自分で握る、そのための方法を君たちにお話ししてきましたね。そんな感じです。これだけは言っておくよ。僕もそうやし、周りにいる先生とか大人とか、パパとかママとか友達とか全ての人に言えることだけど、これから先未来が、世界がどうなっていくかなんて実は誰にも分からへんねん。10年後20年後30年後どうなっていくのかなんて誰にも分からへんねん。ものすごい勢いで世界は変わってるからね。でも分からへんけれども、君たちのことを思ってこれをやってたら役立つんじゃないとかね、あの学校行ってたら将来困らないよとか、それ勉強しとかないとあなた困るよって、いろんな意見とかアドバイスをしてくれると思うの。でもそれは意地悪で言ってるんじゃないからね。君たちのことが好きだから、君たち将来困らないように幸せに生きるために教えてくれてるの。それは愛なんです。愛なんです。だからその愛は大切に受け取ってください。愛は大切に受け取る。でも自分の車のハンドルを握らせるっていうことは違うよ。言ったことはそのままやるかどうかを決めるのは自分です。いつでも言ったことを聞かないといけない、そんなことはないからね。自分の車のハンドルをちゃんと自分で握って、自分が行きたい方向をちゃんと決めてください。やらなければならないじゃなくて、やりたい方向にちゃんとハンドルを切ってアクセルを踏んで進んでください。それが大事だと思っている。そして基本的にはおかっちは困った時に学べばええと思ってんねん。困った時に学べばいいと思ってん。困った時もそうだし、やりたいと思った時、だから困らないようにどうしようっていうことよりも、困った時にやってもそれは全然遅くない。おかっちも25歳の時に英語ができなくて困った。だから25歳の時に英語を勉強して、5年間勉強し、そしてアメリカの大学に合格してアメリカに来ました。困ってから学べばいい。基本的にそう思います。いいですか？もう一回いいよ。困った時が一番学ぶ絶好のタイミング、そしてやりたいと思ったその瞬間、それも大事なタイミング、その時に学べばいい。おかっちはそう思ってます。はい、そんな感じでね、